アリの巣の石膏模型アリ塚とアリの通り道アリの巣は、アリが作り住む巣である。アリは地下に穴を掘って部屋を作り、それを巣とするものが多い。ただし、植物の中の空洞部やちょっとした物陰を巣とするもの、あるいは巣を作らないものもあり、すべてのアリが、このような巣を作るものではない。ここでは地下に巣を作るものについて述べる。 アリの巣は地中にいくつもの部屋があり、それらが互いにトンネルでつながっていて、地表には小さな出入り口がある。部屋には育児室、食料貯蔵室、繁殖室などがある。巣の建設は、働きアリの一群が土の粒を口で少しずつ運ぶことでなされ、出口付近にその土が堆積することで盛り上がったアリ塚を形成することもある。働きアリは、 巣の周辺で食料を探し、巣に運び込む。また、同位体を使った研究で巣から巣へ食料を運んでいることも判明している。他の八目の昆虫が社会性を示すようにありも、新社会性だが、これらの種は独自に社会性を身につけたと考えられており、平行進化の例とされている。卵は一匹の女王アリが産む。女王アリは体が、 他のアリに比べて大きく、特に腹部と胸部が大きい。女王アリは卵を産んで子孫を増やすのが役割である。女王アリが産んだ卵の多くは、羽のない不妊のメスアリである、働きアリに成長する。多くの種で、周期的に新たな女王アリと、オスアリが生まれ、繁殖を行う。オスアリは短命だが、生き延びた女王アリは、新たな巣を作るか。 時には古い巣を再利用する。上王アリの寿命は長いもので約21年と言われている。人間は研究目的や趣味としてアリを捉え、アリの巣を作らせて観察する。このためのアリの飼育器を英語ではフォーミカリアムあるいはアントファームと呼ぶ。通常、アリの巣の形状が見やすくなるよう薄い形状になっている。多くの場合、 別々の巣から来たアリ同士は敵対的である。しかしアリによっては融合コロニー性と呼ばれる性質があり、別の巣の働きアリ同士が相互に行き来する。敵対しない複数の巣の集まりをスーパーコロニーと呼び、同じ種のアリであっても、別々のスーパーコロニーの個体同士は敵対的な行動を示す。一つのスーパーコロニーの縄張りは、 必ずしも連続した領域とは限らない。2000年まで、日本の北海道石狩市の石狩浜にあるスーパーコロニーが世界最大とされていた。そのスーパーコロニーは、約2.7平方キロメートルの領域に、地下通路で相互に連結された4万5千の巣があり、3億600万の働きありと100万の女王ありが生息していると見積もられていた。2000年、 南ヨーロッパでアルゼンチンアリのスーパーコロニーが多数発見された。地中海から大西洋にかけての6 0 0 4トルの海岸線の33カ所のアリの集団を調査したところ、30カ所は数百万の巣と数十億の働きアリで一つのスーパーコロニーを形成しており、残る3カ所は別のスーパーコロニーを形成して点在していた。 この研究者らは、外来のアリであったためにボトルネック効果で、遺伝的多様性が失われたためというだけでは、この規模の融合コロニー性を説明できないと主張している。2009年、日本、中国、カリフォルニア、ヨーロッパのアルゼンチンアリのスーパーコロニーが、実際には一つのメガコロニーに属している証拠が示された。2004年には、 オーストラリアのメルボルン近郊で約 100km にわたるスーパーコロニーが発見されている。粘土製のアリ塚アリの作るアリ塚は単純なもので土や砂や松葉や粘土などの体積でできた山であり、アリが巣を地中に作る過程で入り口付近に捨てたものである。働きアリの群れはアリの巣を作るとき植物や土を細かく砕いて 顎で運び巣の出口付近に捨てる一般にこの時働きアリは土や植物が巣に転がり戻ることがないよう体積の頂上まで登ってから捨てる。しかし一部の種はそれらのゴミを材料として使おう形成しその中にも部屋を作る。日本語ではこれをアリ鉄あるいはアリ風などとも呼ぶ。なお熱帯域ではアリ塚アンとヒルといった場合に 白アリの塚を意味する。白アリの作る蟻塚は、はるかに複雑で、高級的な構造である。ありがとうございます。